なあ、マイカ。あーん。お尻って興味あるか？なんだそれ、意味わかんねえ。尻でも感じるって。やだやだやだ、話してよ。マイカのことすべて知りたいんだ。借りは返してくれるんだろ。この変態野郎、くだばって。ふざけんなてめえ。嫌がってるのに無理やりするとか変態アホ。悪かったよ、つい勢いで。何が勢いだよ。彼女が嫌がってるのに、鬼畜。マイカ様、お着替えの時間ですよ。本日は八尋様もご一緒していただけますか？ん？八尋様、今日は思い切り楽しんでくださいね。マイカ、その言葉遣いキモい。おたわむれよ。てめえ、帰ったら顔面グーで殴るかんな。てっていつものマイカだ。楽しみにしていてくださいませ。マイカはお偉いさんに捕まったままか。佐久野さんも知り合いに捕まって、それにしても近すぎないか。あれマイカ、佐久野さんはダメだし。マイカ、大丈夫か、マイカ？大丈夫、ただちょっと時間置いてから出ないとな。どこに行った？俺を足気にしやがって、あの女は。くそ。てめえはこんな時までそれか。節操ねえな、ったく。マイカがいつもと違って綺麗な格好してるからだろう。汚したいのか。こんな変態野郎が何考えてんだ、鬼畜。悪かったよ、つい勢いで。勢いじゃねえ、ったく。この前と同じことしておいて変態消す。マイカ様、ヤヒロ様。佐久野さん、平気でしたか？マイカ様に絡まれた方は隣国の外交官でした。一応フォローは入れましたが。その二人ともごめん。マイカ様、いつもと違って愛する方の前では素直なのですね。